はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2、続きやっていきたいと思います。クリア後ですけどね。前回、カメハ王子からね、このクリア後にエルフの森の鍵もらったので、ここに行こうかなと思います。まあ、新たな世界ですね。今、モンスターが155種類で、まあ、今、卵割って孵化させて156種類になるんですけどね。お、ここ知らないんだよな、自分。あ、なんかあんねん。なんかちっちゃいのがどっか行ったよ。君は人間だな。どうやってここに来たんだ。この世界はエルフしか入れないはずだぞ。この世界から出ていけ。君ってもしかして人間なの。はい。ほんと、うわ、初めて人間と会っちゃった。人間って結構可愛いのね、ウフフ。ねえ、お兄ちゃん。シャルに気に入られるとは、君は悪い奴じゃないな。うん、そうだな。それじゃあこうしよう。俺の妹のシャルと友達になれ。そしたらエルフの村の場所を教えてやるよ。俺はこの森の番人のロルトだ。よろしくな。わい、友達友達、君の名前教えて。うん、ルカね。よろしくね、ルカ。私たちはそろそろエルフの村に帰るの。よかったら村で会いましょう。ここから南に向かって草原を進むと俺たちのエルフの村に着くぞ。ルカも行ってみるといい。出てけーっつって行ったばっかりの人が行ってみるといい。1分も話してねえぞ。なんかいるかな。ああ、来ないんだ、スラッピーとか。これね、捕まえましたね、自分。強いな。レベルの高い相手かな。まあ、攻撃力もこれ以上なればね、変なの使わなくて済むとか、3800って何？半端じゃねえな。ん？お、世界中に続く。いいもん怒ってんの。あ、マルチアイ。待って。あー、こんなん出てくるんだ。ドラクエ7だね、マルチアイ。まあ、肉使えば入るんでしょうけど、肉持ってないので、南に行けばいいっていうね。南に何もないの。あ、あったあった。ここはエルフの村だ。君は人間だね。人間は野蛮だって聞いたことがあるわ。あまり近寄らないでよね。いらっしゃいませ。今日は何のご用でしょうか。売りに来た。お金がないな。エルフの飲み薬。炎の杖。肉売ってる？売ってないんだ、肉。売り物に薬草がいっぱい入ってる。なんかないかな。お、賢さの種。お、小さなメダル。賢さの種。ここ賢さないからね、使っといてやろうか。この馬は私たちよりも前からここに住んでいるの。喋るのか？あ、僕は喋る馬、はじめまして。なんかエルフのことよく喋るよね、ドラクエってね。エルフの村の周りにいる魔物たちはおとなしいけど、遠くに行くと凶暴な魔物たちが住んでいる。危険だから村からあまり離れない方がいいよ。十分強かったけど。お、魔法の精神。こんなん売ってもいい。こらこら、人間が来るとは珍しい。なになに、ロルトたちにここを聞いてきたと。そうですか、よく来なすた。歓迎しますぞ。お、話さないとダメなんだね。早かったのルカ、迷ってないか心配したよ。ルカ、遊ぼう遊ぼう。私、かくれんぼがいい。ね。早く遊ぼう。私、外で待ってるね。ルカ、本当にシャルに気に入られたんだな。シャルは人間に会うのを楽しみにしていたんだ。少しの間でいいんだ。仲良くしてやってくれ。ねえねえ、ルカ、エルフの森に行こうよ。あそこなら広場までしっぱい遊べるよ。私たちが初めて会った場所だから覚えてるよね。私、先に行ってるからすぐ来てね。最初のとこか。シャルとロルトは、二人っきりの兄弟なのよ。あなたも兄弟がいるなら大事にすることね。シャルは両親の顔を知らずに過ごしてきた。あの子が幼い頃魔物にやられてしまったんだ。シャルが寂しがらないように死なんだよ、ロルトは。だからシャルには甘いんだ。君は僕たちとは違う。なんか怖い。いろんな意味。マルチアイはちょっと欲しいかな。図鑑埋めながら、一
ってますんで。お、いいね。あ、怒ってた。世界中の雫とかだと高く売るんだけど、ダメか。あ、またあった。左に行けっつってんのにね。アイテムないかな、病だから。どうしようもない。肉を凝ってれば使うんだけど。いやー、怒ってたね。怒ってたね。だんだん遠くに行かされちゃう。アイテム怒ってっから。あ、マジか。お、世界中に続く。いいね。霜降りかな。あ、骨付きだ。マルチアイ出てきたら使ってやろう。あ、マッドプラントですね。最初の方にこれ作っちゃいましたよね。スラッピーもね、実は作ってるんで、スライム系とね、スカルガルーとか、アルミラージとか、そんなんでできたと思うんですけどね。あ、ルカ、こっちだよ。ねえ、私と一緒にかくれんぼしよう。私が隠れるから10数えて探してね。いい、スタート。はい、ルカは数を数えて始めた。1、2、3、4。キー、ルカ、助けて。キーじゃないね、キャーだね。ん？セーブできる？あ、できないね。なんかいるんだ。あ、シルバーデビルとアロードックかな。シルバーデビル様、人間がやってきたわ。どうするわ。人間か。人間なんてまずくて食えねえな。お前らにくれてやるよ。その間俺はこっちのうまそうな方をゆっくりいただいてるぜ。ムキ。マジか。というわけだ、ふん小僧。お前はディナーになるわ。さて。ちょっと減ってるね。スクルトもそうだし、バイキルト。早いな。シルドカ1になった。まさかボス戦だと思わなかったね。強いわ。し、これじゃ楽しく飯も食えねえぜ。ねぐらに帰ってゆっくり食うことにするか。あばよ、まずそうな人間。あ、まずい。世界中の雫とか拾ったからね。まあそんなのを使いながら行けばいいかな。まあこのパーティーでも行けなくはないね。
ね、ここもちゃんとあれだね、ストーリーっていうか、あるんだね、そんなのね。お、瞑想覚えた。瞑想か。500回復するだね。ベホマは全開するから。でもこれ呪文じゃないからな。封じられても使えるってことだもんね。ボミオスいいや。こっちが早くなれば問題ないからね。お、グレンデル。あー、これあー、しまったな。作れたんだよ、これ、そういえば。多く捕まえてきて、配合すれば、できたんだけど。強えな。グレンデル2匹で、できるものと、二軸弱配合で、まあ、できるモンスターがいるんだよね。OK。まあ、霜降りかな。それ、これ強いモンスターがいるってこういうことか。ああ、ここだね。お、いいね。グレンデル、ここにいるんだ。なるほど。オスのグレンデルを捕まえれば、まあ問題ないかな。女神の、腕は装備すれば MP がなくなることはまあほぼないな。指輪だね。歩くとか行くする。で、これって小さなメダルもいっぱいあるから、あー肉。霜降りだったらちょっと嬉しいんだけど、ここにつき。お、これも捕まえてない。捕まえてないけど、ちょっとガンガン行こうぜに作戦変えとかないと。さすがだね。骨付きでも結構仲間入っかんね。これドラクエ4にいましたね。あ、ダメだった。まあダメなものはしょうがない。前向きに前向きに。お、軽い層。これは作っちゃいました、自分。ここに出てくるんだ。シルバーデビル、前もボスだったのに、あれボスなんかな、また。身を守ってる。回復すると見たの、自分で。結構エンカウントすんねん。あ、回復封じられた。まずい。まあ、左じゃなければ右上か。お、宝。いいね。グレンデル欲しいんだよな。まあそう簡単に入んないからね、2匹目はね。メスだったよね。ってことは、まあうまくいけば今回まで出てどうなるかなって思うけど。一回戻るってのも手だよね。
いや、いいね。灼熱様様だね。まだあんのか。お、ハサミクワガタ。これも捕まえましたね。ハサミクワガタとハサミクワガタでホーンビートルかな。で、ホーンビートル同士でサソリヤンマできるんですけど、もう作っちゃったんで。まあ、なんかの配合の足しになれば、2046持ってるハサミクワガタってどんなんや。お、お肉。あ、霜降りだ。やった。グレンデルに使いたいな。でも1個で入るかな。入るか。お、いいね。一回出てもいいけどね。お、思い出の鈴だらけ。まあ、こんだけ強くなるってことは、それなりにやっぱ強いのは出てくるんだろうね。得意そう、そういえば入れてないよね。んー、でもグレンデルの方がいいな。もしオス入ればちょっと儲けもんなんですけど。あ、ミミック。あ、待って、これ。ダメ？ダメだよ。ああ、よかった、危ね。あ、そんなでもなかった。入っただろ。OK。あると。よっしゃ。いいね。今何匹？ 158。155からとりあえず158ね。ここに使いたかったけどね、本当はね。グレンデル同士でできるものがあったら。ただね、持ってるモンスターいるので、多く捕まえてくれば、とりあえずは、化けるから、金策かな、とりあえずは。だ次回までにちょっとお金集めとこうか。さすがにそうしないともう、もうダメだ。まだ大丈夫だろうぐらいの勢いで行ってるんだけど、やっとザオリクになった。これでまあ落ちても大丈夫だね。世界中の葉とか落っこってたら、わ、ここだね。え？え？なんもないけど、なんで？さらわれたとか言って行かないとダメかな。ね、ここだよね。先に来ちゃった、もしかして。っていうのが、町行かなくちゃないんか、じゃあ。でも、まあ、思いがけぬ収穫があったからいいけど。先行、あ、キリキリバッタ。先行してダンジョンやっちゃったね。全部欲しいよ。
あぶねえ。なんでギリギリまで回復しないんだ。ギガントドラゴン強いんだけどね。お、お金やった。強いんだけど、弱点としてね、守備力があんまないかな。お、なんかあんの、なんだろう、教会。ここはエルフの村の見張り小屋だ。魔物がエルフの村を襲わないように見張っている。君の連れてる魔物たちは悪いことしないだろうね。しないよ。この辺りにはエルフを襲う恐ろしい魔物がいるわ。魔物に会わずに住むのはこの見張り小屋とエルフの村、せいぜいそれぐらいね。なるほど。あ、お金があるの。まあでも一通りエルフのとこ回ったね。何もいないってことは、なんかイベントやり忘れてんだろうね。まあ初見なんでね、しょうがない、それは。はい、大体はね、もう十分敵が出てきたりとか、まあのほとんどノーカットなんで、まあどんな感じか分かったと思うんですけど、まあここをまあ次回行こうかな。それでね、いっぱい鍵持ってるんで、その鍵のところをね、攻略しつつ、まあ集めていけばいいかな、みたいな。人間なんて信用できないけど、猿をしっかり守ってあげてね。なんだって、猿がさらわれたって誰に。何、さらったのはシルバーデビルだって。あの化け物め、クソ。ロルト、こら、待ちなさい。行ってしまいおったか。さて、シルバーデビルはロルトたちの両親の仇なんじゃ。あ、そうなんだ。ロルトはシャルを助けに行ったに違いない。しかし魔物たちがどっからやってくるのか、マシロもはっきりとは知らないんじゃよ。見張り小屋のもんなら何かしてるかもしれんが。いや、絶対さっき言ったとこでしょ、だって。よし、じゃあさっき言ったとこだね。それはいいんだけど。とりあえず戻ろうか。次回その見張り小屋から始めようかな。まあ、中途半端だけどね、すっげえね。戻れんのないのこれ。炎杖なんかいらないし。1151あるから、あれやろうか、Cランク。それだけは知ってんだよ。なんでかっていうと、実際ね、自分ここまでゲームボーイでやってないけど、やってる人は周りにいっぱいいたので。アイテム全部持った状態で、攻略するとお金もらえるっていうね。だったと思う、確か。プレステバージョンじゃない、こっちだったと思うけどね。まあ、拾い集めてもいいけどね、レベル上がったりするから。まあ、それでお金いっぱい貯めて、霜降りいっぱい持ってね、やれば、まあ、だっていっぱい使うことになるから、次回から。はい。とりあえず、戻ってきました。で、小さなメダルもいっぱいあるので、あと、ダゴン。かな。ね、この不思議な鍵は、まあ、後のお楽しみでね。エルフの次って何かあんの？ここら辺、そのあたりちょっと自分よくわかんないんですけどね。1100か。こうやって普通にやったらどうなんだろう。星つくのかな？ちょっと待って。まあ大丈夫だと思うけど。あれより強いだろ。でも C だもんな。頑張って稼いできてね。ん？ベロゴンマルチアイ。ライオネックだよね。マジかよ。じゃあちょっと先行してね。エルフのとこちょっと初めてだったんで行っちゃいましたけど。あ、そんな強くないね。まあ C だな、それ。もうライオネックだけちょっと強いのか。今世界樹の雫とか、同じじゃん。偶然マルチアイの位置だけ逆じゃね。
あ、ライオネックあんま食らってなかったんだ、灼熱で。そういうことね。お、人面魚アクアマリンホーク、ミノ。人面魚作ってないな。なんかもらえんだっけこれね、確かね。ってのが、それがすごい有名になってたからね、知ってるって話であって。やったらね、おめでとう、 C クラス優勝。さえ商品の入った宝箱を選んでね。はい、世界一の灰を受け取ってね。うん、あ、そういうことか。ってのが多分ね、多分だと思うけど、間違ってたら間違ったことをね、ちょっと動画にできないので、間違いましたなんて、よく調べてもないのに動画にできないからね。だから、ね。だからとりあえずこれで、まあ稼げるようにはなったので、アイテム満タンだと思うけど、で今24個までしか持てないんだけど、これであのアイテム手に入れる状況になると代わりにお金くれるって話だと思う、確か。金策金策みたいな感じでやってて、当時の、まあ、当時というかだいぶ前だけどね。っていうのが、すげえ身近なね、うちのおかんとかこれやってたんだよ。持ってたんですよ、これ、ゲームボーイ。だ自分が買ったんだけど、なんかプレイされてデータが1個しかなくて、じゃあやっていいよって感じで、結局やらないまま時が経って、プレイステーションバージョンが出て、これ面白いじゃんみたいな感じだったと思う、自分の場合は。だから知ってるのは知ってるっていう話。だからストーリーは、プレステバージョンとかね、やってるからわかるんだけど、この細かいとこは人のやつで、ね、見たりしてたので、あ、そんなんできるんだ、みたいなのは覚えてた、みたいな感じです。正直言えば。ただこれできれば、まあ、ずっとこれで何回も繰り返して検索すればいいので、絶対やられることないんだよね、こんなの。ただ C ランクってどんぐらい強いんだろうとは思ってたけど、そんな大したことないの。多分ランク高いとあれじゃね、星降りのオーブみたいなのもらえたりするんじゃないかな。あと鍵とか。竜の鱗の代わりに、お、やっぱり竜の鱗、6000ゴールドもらえる。だからお金貯まるってこういうことだよね。で、何回も繰り返せばいいので、これを、まあ、霜降りとかね、交換していけばいいので、まあ、それ次回やっときますね。で、今回やってたところのモンスターをいっぱい捕まえたいので、ちょっと配合でね、埋めたいと思います。あ、これちょっと確認したかった。だから、うろうろしててもレベル上がったりはするけど、あんま上げすぎてもどうなんかな、いいのかな、上げすぎても、これの場合は。ああ。これね、孵化させるお金すらなかったんだ。マンドラグラコと大目玉。これで 100?150?160 ぐらいになるのかな、全部で。で、あとはね、捕まえてないモンスターとかをやればいいので。うろうろしてたらこんなレベル10とかすぐなっちゃいますんでね。その目ぼしいもの持ってるやつだけ配合して、それ一回連れてってね。な感じでやればいいかなと思うんですけど。だここもそうなんだよね。キングレオなんかなんもなんないよね。
昔の配合理論と合わせていけばいいんかな。グレンデルは、まあ、捕まえてくるとして、これもね、結構いいのがあるよ、確か。まあ、アークデーモンとかな。ヘルビーストも作ってないんだよな。国崎ピエールもいらないな。ヘルビーストできんだ。まだ一応仲間にしない。途中で出てきたけどね、これね。まあ、バイキルトが使えるヘルビーストができるのかな。レベル17まで上げればいいので、さっきのとこだったらすぐ上がるんで。うろうろしてて、配合するときだけ一回ちょこっと連れてってやればいいかなっていう。あと、虫も振りマックスで歩いて行けばいいかな。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。155種類から、159か。あと1匹だね。159になりましたね。ということで、まだいっぱいいると思いますので、頑張ってやっていきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。